ってるな。あと汗が冷えてきた、やばい。寒いぐらいになってきた。結構降ってるな。ああ、16時50分か。もう5時だな。よいしょ。最後結構きついな。
もうちょい、こんにちは。マウンテンバイク多いな。晴れてる。お、ほぼ下手になった。着いたーって、あれこんなんだっけ、あれ全然気温と違う。雨があるのはこの先だっけ。あれ、こっちか。あー、あったあった。おー、晴れてる。お疲れ様です。ああ、結局雨装備しました、 GoPro。 あ、でしょう、そこですね。これですね。ああ、思いっきり逆光になってますね。でも撮るか。しょ。どんな感じだったかな。こうか。ちょっとまず GoPro が汚れが気になるので、ダメだ、やっぱり汗がつくな。
まあこんなもんかな。で、持ってきたサンプル画像を、まずこの辺りか。こっちにあのアイコン出しますか。いや、私も持ってきてます。厳密に木が生えてるそもそも景色が違う。角度的には木が伸びてるな。あれ位置関係的にこの辺りにこうか、こう、こっちがこう来るからここか、この辺りだな。なんか納得いかない。あともうちょっと自転車を起こして、あの木が伸びてますよね。よいしょ。なんかな。同じのが取れたっていう満足感で。アイコンが？アイコンが別の場所ですかね。後ろ何も見えないですね。これ多分写真撮ったら。位置的にはこう、この辺りか。この1号カーブと向こうの山の関係からこの辺りのはずなんですよね。あれ？よっ。うわぁ。すごい逆光。まず撮影続けてください。そもそも日の角度が全く違うから。これは今日はちょっと撮影は時間的に無理がありましたね。分かってたけど、これで字のせたら字が字も入れか色変えないと。そうですね。ていうか空に色つけるか、これ。ものすごい差があるな。もう自転車とガードレールだけ今回活かせば。あれなんですかね、iPhone の HDR で。そうか、そういう機能もありましたね。ああ、ここだな。なんかそれどうでしょうっぽいですね。ガードレール。曲がっちゃってますね。左端。こっちまだ綺麗。あ、本当だ。よっ。さあ HDR の威力を見せてもらおうか。どうだ。ああ、意外といけるかな。デジカメよりは少しはって感じですかね。ていうかデジカメより割とよく見えてちょっと悔しい。いや、ダメでしょ。そう、デジカメよりはいいですね。結構か変わるもんですね、HDR って。やっぱりモデル峠を変えるか。実にすっきりしないですね。いや、まあこれはこれでネタとして完成してます。ね、
そう、すっきりしなささが。ちょっとそこでがっくりした顔してるけど、そんな感じ。そうか、ひん曲がっちゃってるんですね、これ。ひん曲がっちゃってますよね。いや、そうですね、確かに木もそうですね、成長しちゃってますね。で、前登山の人たちがあそこで昼ご飯食ってて、そこでご商売に預かったんですよ。そこで食ったのと、あと確かお土産にも持たせてもらって、芋天ぷら、豆天ぷら、帰り あの列車の中でも食ってました。撮影終わり？終わっちゃいましたね。あ、ちょっと期間限定アイコンにしようかと思って。あ、それでなんかフォントを用意するのどうこうって。あのフォントは Excel で作って加工したんですよ。マジですか？ええ。単に Excel の枠線外して白黒表示だけにしてから、で、それ、ええ、それをあの画像ツールでぼやかして角取ってみたいな。そしたら割と簡単にできました。あ、いや、あれ私は昔からあのドット絵とか結構好きなんで、それっぽいフォント書いただけなんですよ。それっぽいっていうか、あれあの常用するにはちょっと無理があるフォントなんですけどね。本当にあのロゴとして作っただけです。あ、 Z さん今回一眼は持ってきてますよ。持ってきてるけどやっぱり HDR じゃないと。ああ、一眼でもこういうのダメですかね。なんかその HDR 的な機能は、あ、これはないですね。ああ、機能はありますね。うん。あと考えてみたら、当時のデジカメと iPhone だったらそんなに性能変わらないような、逆にこっちの方がいいんじゃないかな。うん、この写真はこの写真で、まあ、ネタとして、うん、なんか割と本気でこれのために来た部分もあったんで、その部分はがっかりしてます。うーん、朝のうちに来れるような高さだったらいいんですけどね。あ、そうですか。うん、もう完全に自転車はシルエットにしてしまうという手も。あ、本当ですか。はい、報告してくださいよ。僕が先にやるじゃん。あれなんで。なるほど。じゃあ加工して。あれ、ツイッタークライアントってそこまで気にならないですよね。ウェブで繋がないとダメかな。ああ、そこまでやるんですね。いや、フォントはさすがに入れられないですけど。はい。セレクトフォトで、うん、お、クロップ。まあでもこの写真選んだのはいかにも峠らしい峠で、はいはい、しかも第1号カーブって書いてあったんで使ったんですけどね。こういう峠が一番好きですっていう意図で。こんなもんかな。 OK。 うん、寒いですね。
お、これから民宿の民宿夕食という峠があるというのに、いただきます。もうそろそろ行ったかな。行ったのかな。出ないですよね、うん、うん、まあ、とりあえずこっちは降ってなくてよかった。いいですね。これで雨の中だったら風邪ひくかもしれないですね、うん。出ないかな。おお、はい、落ちる。北部には全く舞台がなくて、ええ、助かってます。そうそうそう、今歩いてたら痛い。あざができてるような痛さですか。いや、なんか関節的な筋肉ですね。なんか、ええ、ひねったかな。ちょっと一晩経つと結構痛くなるかもしれないですね。そうですね、腫れたりとか。なんか行かないな僕送っちゃいました撮影中で。なんでなんだろう。電波が、お、圏外だ。再接続、とりあえずログインして、うん、管理設定で、再起動。それ自体何も見えてないですよ。ん？
あれですよね、どこ調べても、ね、あんまり言われとかそういうの書いてないところですよね、うん、これなんかこの火の 裏とかなんか書いてありましたっけ。なんもないですか。そうウェブで調べてないですよねここ。あ、こんなのがあったっけ。あのこの間ちょっと、つくば行った時に放送中に喋ってたんですけど、ネットから抹殺されたんじゃないかっていう情報が一応いくつかあるんですよね。あの昔ゲーム雑誌のゲームエストっていうのがあって、そこの投稿者欄にものすごいシュールなあの4コマ漫画みたいなのを投稿してる人がいて、その人のそうカルト的な人気が絶対あるだろうと思ったらほぼ情報が残ってない。画像検索したら1件しか引っかからないんですよ。うーん、思い出話的なものが全く誰も書こうとしてないと、不思議なんですよね。絶対ネットで一覧公開してる人とかいると思ったのに。しかも本人がやってたブログももうないし。あ、そろそろ繋がったかな。ああ、クリックするとまだまだ再起動してなかったのか。そう、北愛機と南愛機が隣接してて、なんか尾根を挟んで北と南がある感じです。で、南愛機の方は前ネローさんと川上村、川上家の川上村から峠越えて下ってきて、で、あの温泉とか入ったところなんですよ。南愛機はまだちょっとあの頑張ってる感じがするんですけど、北駅は本当にもう町おこしって感じもなくて、うん、まあ、そもそも人口少ないですからね。ええ、わざわざそこに、まあ、そのつもりも一部あったんですけどね。値段調べていて電話したりしてたら結構もう値段はどこも変わらない感じなんで、7000円近くか7000オーバーぐらいで、ええ。あ、繋がった。なんで接続なしから今日まで上がるんだろう。電波今日。私はなんかその繋がってない状態が維持されてたみたいです。さて6時ぐらいには着かないと民宿の人がどうしたかと思うだろうから。あ、あさりいった。でもあさりいったと思った直後に制限回数超えましたとか言われましたよ。うん、あ、いった。はい、来ました。多分トリミングはこのぐらいの感じでいいと思うんですけどね。何から何まで。よし、じゃあ下りましょうか。標高どのぐらいだったかな。そういや確認してませんでした、まあ、北行村の中心地の少し手前ぐらいだったと思うんですけどね。中心地というか、あの役場があるところの。小見線はもう600とか、そのぐらいまで下っちゃうんですかね。ん？あ、小見線ですか。どうだったかな。もう下りについては全く見てなくて。残り時間が1時間20分か、大丈夫だな。左沿いなんですけど。ん？北行き。この道沿いなんですよね。あ、宿そうです。ええ、もう本当に途中よいしょ。ああ、今日調子悪かった。明日に私は響かなきゃいけど、でも Z さんの足もありますよね。まあ起きて。まあどうせ今回はそのあんまり
あの何もなくて考えが及ばないんじゃなくて、いくつか候補はもうはっきりあるので、はいはい、一番楽なのは小海線に出て、しかも下っていく方向ですかね、軽井沢に。軽井沢か、はいはいはい。で薄い峠を登りもせずに下るとか。あ、そうですよね、ええ、あれヘリですもんね。そうですそうです、軽井沢から転げ落ちる感じ。その手前、あ、登りますかね、あそこ。そこから軽井沢と 1000m ぐらいあるので、そこまで行くとちょっと高い。あ、小諸は、柵より北ですね。あ、そうか、柵からちょっと北の方でしたっけ。まあ、足は多分のんびり登る感じだったら別に大丈夫だろうなと、うん、気はします。まあ、いくらでも変更は効くと思うので。よっしゃ。目的達成しちゃいましたね。ネタを達成しましたね。目的達成したかどうか別として。振り返り放送2枠分ぐらい。ネタにはなる。よいしょ。これ南が消されてるのも多分違ってるんでしょうね。よいしょ。この看板一緒だから。ぴったり10年前のはずです。あ、確か4月か5月ぐらいなんですけどね。5月かな。寒っ。日が当たってるからいいけど。なんか自分の後ろから後ろ風が巻いてるような音がする。巻いてるというか、何かが後ろから追ってきてる音がする。結構この音が車の音と似てるから怖いんですよね。パラパラ来てるなぁ。
あ、車来てます。もう見えてたかな。うわ、なかなか寒いですね。お、レタス畑だ。長者の森ってこれか。何があるんだ。なんか長者の森について宿で聞けみたいなコメントもあったんですよ。何なんだろう。ネーミングの由来。いや、なんですかね。ぜひ観光で行けって意味なのか。あ、カラスアゲハだ。カラスアゲハの青色綺麗ですよね。そうですよね。トルコイジみたいな色のラインが。ねえ。あ、ラインラインというかなんかアゲハチョウの違うな。そうか、こういう感じ。はい、ええ。で、ミヤマカラスアゲハっていうのがもっとなんか鮮やかな色してて、区別はよくわかんないんですけどね。あ、空気が川上村みたい。これ
しかしこのすぐ先で宿に入れるっていう風呂が待ってると思うと、美味しい夕食が待ってると思うと、結構綺麗。ああ、なんかこの辺り池、地図で池があったな。待ってると思うと大変気が楽でございます。ああ、ダム湖かな？ダム湖か。結構なんか水が透き通ってるんじゃなくて、なんか粘り気ありそうな感じじゃないですか。なんか水草がいっぱい生えててよくわかんないですね。で、多分ダム湖ですよね、あれは。で、今でっかい鯉がいましたね。こんななんか池というか湖みたいなところで鯉っていますかね。あんまり見ないような。まあ話してあれば。そして雨降ってますね。あ、跳ねた。焼いてる匂いがする。ああ。なんか焼いてましたね。なんか焼いてますねとか絶対くれます。そうですね、多分自転車乗りとかだったら、相手だったらあれも町に入ったのか、集落というか、なんというか。あ、
このバス停なんか見覚えあるな。確かここで私はノートパソコンに PCMCIA カードで接続するタイプの GPS を調整した覚えが止まってないですけど、まだあのハンディ GPS 使ってなかった頃じゃなかったかな、2002年。なんか突然 この光景が頭の中でピタッとはまったんで、すみません、そんだけですけど。うわぁ、10年前か。そうか、あの時 GPS ログ残ってないんだっけ。白岩地区、そもそもこれルートは宿までで止めてたんだったかな。そうですね、実は2キロ過ぎてましたとか。うん、確か役場の近くじゃなかったかな。愛機層で出ると思います。愛機自体なかなか変換できないですけど。息出るか、自由重装だから。そう、あ、もう全然先です。あの役場の近くですかね、大龍寺とか役場の近く。あと 6.8 キロで役場の奥です。奥、役場過ぎてちょっと行ったら T 字路があるので、古宮っていう集落。じゃあこれは手前だな、までしかルート作ってないや。ガソスター今ありましたね、多分そこ。マップにもガソスターあったんで。じゃあまあ役場の先ですね、はい、でこっち側多分通れるはずです。そう、おう、地元の人かな。ギリギリ6時だな。こっちの道は多分初めて通るから、いいな、いいな。バス来るのか。道結構広いな。あれ、セットさん進んだ。体育館かなんかか、書いてないな。起きた。まだちょっと寒いな。海路は行かなくていいか。あ、こっちか。
ってんだこれ。ん？歪んでますよねあれ。その屋根。真ん中が潰れてるのか。一瞬ああいう形なのかなと思ったんですけど。この辺りですか。あ、その北駅村が800人とかですよ確か人口が。見た木をサニーレタス。17時45、もうそろそろ連絡しといた方がいいかな。
あ、痛い。手にビリッときた。一日中乗ってるとこのハンドル、手のひらのハンドルに当たっているところにの神経がいきなりビリッとくることがありますね。ありますね。2、3キロか。これですかね。しかし結構長いですね、北駅村。なんかメール来たな。今なんか蜂の巣をつついてましたよね。うわ、自販機すら。お、犬から注目されてる。超見られてましたね。よっと、うわ、ちゃ、やっぱマウンテンバイクのサスペンション付きの感覚でやるとガツンとくるな。
意外とお子さんいるな。もっと本当に建物まばらなところかと思ったらそうでもないですね。ああ確か中学校がないんですよここ。だからあれはおそらく小学校。大駅小学校か。あれ結構でかいわこの小学校。この辺りのはず。 T 字路のとこでしたっけ。 T 字路の奥なんで。ええ。はあって私が予約しときながらあれですけどね。T 字 T 字。あ、多分 T 字路はこれ。ああ。ガソリンスタンドがこっちに。あ、いやいや、曲がらない。あ、曲がらない。ギリギリ6時直前だ。お、なんか、あ、まず先です。ああ。20度来てなかった。うん？登るみたいな。ああ。いや。トウモコシとこれは何だろうな。消耗してるな。あ、あった。ガソリンスタンド。あったー。旅館空きそう。ああ。うん。はあ。他にお客さん来てるのかな。おう。
あ、こんにちは。遅くなりました。吉川です。いや。